こんにちは、前田明チャンネルです、今日はですね、あのワールドプロレスのもう一時はもう看板アナウンサーと言われてて、古舘伊知郎さんにお越しいただいて、いろいろあの昔のことも含めて、思い出話を、話してみたいと思います。よろしくお願いしま す。いや、本当久しぶりです。いや、会いたかったですよ、前田さん。あ、どうですか。しょっちゅう YouTube 前田明チャンネル見てるんで。あ、ありがとうございます。もう面白いのからディープなやつからえぐいやつまでいろいろやってるじゃないですか。すごい精力的ですよね。いやいや、なんかもう独自なもんって なんだろうなっていうんで、まあ、いろいろ試行錯誤しながらやってる最中で、はい、あ、でも昔から探究心がある人だってのは知ってるつもりだったけど、これは本当成人抜きで大したもんだなと思いますよ。いや、とんでもないですよ。ジョーマンもう古舘さんもフリーになれてからもう あれよあれよ古舘伊知郎プロジェクト作られて、でどんどんもう今も大社長じゃないですか。全然だから言ったように、俺は社長でもないし会長でもないし、はいはい、オーナーさんがいるし大株主がいるし、はい、その人と一緒に立ち上げたんだけど、はいはい、俺は一役員だ。で、古舘プロジェクトついてるから俺が社長だ会長だとか、はい、すぐそっちに混同されるんだけど、間違いない、はい、で会うたんびに否定してんだけど、はい、古舘がついてるから、はい、古舘さんの会社でしょになるけど、俺は違うんですよ。簡単なる喋りのプレイヤーとしてそこに所属してるぐらいの感じ。で、言葉上皇法師の陰性引いてんじゃないですか。え、何。いや言葉上皇法師の、いや、そういう巧妙な表向き行で、実は陰性ってそういうのは何もないです。あ、本当ですか。これ正直、はい、というのは俺はペラペラ喋るから調子がいいやつだと思われて調子がいいんだけども、はい、だけど器用じゃないの。だから経営手腕とか全くないし興味もないし、はい、やろうと思ってないから実力もないわけ。だから初めから放棄してプレイヤーに撤収させてもらったの。だから前田さんはそこ行くと、本当に新日にいた時は所属だったけど、 U で出てからいろんなことがリングさんも含めてあったけど、全部自分でやるよね。いや、もうでもね、自分で欠点があってね、だいたい10年目に聞き入れするんですよ。もうバテちゃって周期がもうで万歳したんですよ。10年目にだいたい10年ぐらいで万歳したんですね。でも10年続くとすると万歳じゃないんじゃないですか、はい、それだけ続いて本能的に一度ピリオドを打ってんじゃないですか。1年で辞めちゃうんだったら万歳だけど、はい、10年続けるの偉いよね。いや、でも今から あそこでもう一度こうしておけばあそこでいっぱいあるんですよね。ある、あります、あります。もう一踏ん張りこうすればよかったなってあるんですけど、もうその時もいっぱいいっぱいになっちゃって、もう万歳ちゃうんですね。本当は新日にいた頃から順番でね聞いていきたいんだけど、ちょっと今もどうしても話したいよっけ。カレリン戦で引退試合あったじゃないですか、はいはいはい、あのリングスの、はい、俺現場で見てんですよ。あ、そうですか。俺ね、はい、行ってるんですよ、はい、で、もう本当にあれは印象がもう鮮明に残ってて、はい、すげえな前田明と思った、あの試合見て。あのプロレス的に作り込んでいくエンターテインメントも、はい、とっても必要で面白いと僕は思うし、はい、殺伐たるストリートファイトがいいなんとも思わない、はい、その中間域行ったら失礼だけど、はい、何とも言えないどっちにも寄らずに、はい、全力でぶつかって、はい、大変失礼だけど怪物でやってるわけですよ。いや、まあ、ゴリラでしたね本当に、ね、はい、カレリンリフト一つとってもどっからどう持ち上げてんだ前田明と思うじゃないですか、はい、よくぞああいうマッチメイクを自らやって、はい、引退の花道にカレリンと実現させて、はいはい、あれだけの首なんか折れんじゃねえかって決められる。いや、もう首も集中攻撃されたんで、うん、首ちょっともうケアしましたあの時ね、痛みましたね。でしょうか、はい、ガーッと今朝固め入る前ぐらいから首決められてますよね。そうですね、はい、フロントからのスリーパーみたいなのも含めて、はい、よくあんな試合見せてくれたなと思って。いや、だからカレリン出た時も加藤とかなんとかいうよりも、うん、ちょっとあの2つ目標があったんですよ、うん、3本勝負だったんで、まあ、カレリンからも、まあ、とにかく何か1本取るっていうと、あとカレリンからタックルでテイクダウン取る、うん、やりましたね。でもいや、テイクダウン取れなかったんです。え、テイクダウン取ったの。いや、タックルからのテイクダウンを。あ、それ綺麗にタックルのテイクダウンを見せたかったんだ。そうです。でそれを、うん、タックルからのテイクダウンやったらね、一生あまりそのやつに自慢できないじゃないですか。そりゃそうだ。お前、俺はお前カレリンからテイクダウン取ったで、お前タックルでって言うじゃん。本当だよね。でもできないんですね。いや、だけどあれはでも結構いいとこ見せてくれたから、はい、ローキックをはじめとして立ち上がりね、はい、その後もだん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 あのカレリン相手によくぞあそこまで劣勢に回りながらで1本目取ったじゃない。取りました、取りました。ね、俺はやっぱちょっと震えましたよ、はい、
一本目取った時に、いやこれ一本勝負しとけばよかったって。いやでも前田さんは困難なのを道切り開くね。いやいや、あえてやりますね、見せますね。いや、ありがとうございます。ね、やっぱりな、あの受け狙いするやつはいるけど、死に物ぐらい狂いで受け狙いするやつって少ないよ、はい、本気でやるじゃないですか、はい、俺で、あと、まあ、また話がそれますけども、まあ本当リング時代も含めてロシアにね、はい、まだあの本当にソビエト時代、はい、ソビエトがこう崩壊していくあたりの、はいはいはい、いろいろグルジア行ったりして、そうそうそう、 YouTube チャンネルで拝見してるけど、はい、面白い話満載ですね。いや満載ですね。あの頃はなんかあの毎回行くたびにちょっとなんか、いやこれちょっとやばい話かなっていうのがいっぱいありましたね。ねえ、はい、ここでこんだけ銃、機関銃をウルルとか日本にないかって言われるとか、うん、もうあんだけ政情不安でめちゃくちゃになってると、まあ当時の今のロシアも、はい、それから今も独立したジョージアもぐちゃ、今もぐちゃぐちゃだけど、はい、すごいわけじゃないですか。そのルートに行って、はい、前だっつって頼りにされて、はい、とんでもないダイヤモンドでも何でもこのルートとかで、そうそうそう、やばい思いしてるじゃない前田さん。あれですよ、リングスのに出場した選手で今億万長者になってるって何かいるんですよ、はい、あと一人はね、あのブルガリアで、ゴチェフっていう選手とデミーダ・ペトコフっていう選手がいたんで、二、はいはい、人はねリングスのギャラを元手にしてねカジノ始めたんですよ。今度はブルガリアでのカジノですよ。 あとなんか YouTube でもう一人すごい金持ちになったって、こういう商売商法があるっつって開拓したやつもいるって話してましたね。そうそうそう、誰だった、何だったかな、あの名前はちょっとそれぞれ名前と覚えてないんですけど、はい、ある日なんかもいろんな話をしてるときに、あ、中古車かなんかを、そうそうそう、ね、あのグルジアってあのキャビアの産地なんですよ、うん、で当時ねもう経済かな、もう流通とか経済がぐちゃぐちゃになって、もうグルジアの地元でキャビア売らなきゃいけないからって言って、あのベルーガの工場がいっぱいあるんですけど、はあはあ、こんな缶のやつですよ、こんな青缶のベルーガ、青缶でもこんなちっちゃいじゃないですか普通は。いや、それグルジアにしかないんですよ、その青缶のでかいのは、はい、でこんなんがね1ドルに乗るって書いてあるんですよ当時グルジアで。ありえない、めちゃ高い。でそれをね日本に大量に持ってきて、でお前あの売って、であのそれで当時も当時の日本ってもう10年以上の中古車ってもう3万とか5万で買えるから、それを何台いっぱい買って、であとフルタイヤをねタワーでごっそりもらってきて、で何でかっていうとロシアのタイヤって全部再生タイヤなんですよ。で再生の技術すごいんですよロシアって、タイヤで、それを貨物船をチャーターしてウラジオストック持ってって売ったら、まあ、まあすごいお金持ちになるよって言ったら本当にやったんですよ。本当にそうなったんだ。ほんであってもね億万長者になりましたね、そいつ。いやでもやっぱり前田さんは格闘王だけじゃなくてそういうところにも貢献してんだね、うん、金持ちを作る、プロデュースする方。いやそっちのマッチメイクもやったってことですよね。だけどすごいよな、ちょっとだいぶ昔遡っていいですか、あの俺はやっぱり前田さんが前座の頃からね、ずっと俺は1977年からプロレス担当してるから、今日から、ね、いや自分思い出した、あの当時ワールドプロレスリングの、はい、あのプロデューサーで岡田勝成さんでした、ね、うん、伊勢さん、あのなんか伊勢さんみたいなプロデューサー、裏地がエルメス柄の裏地のスーツ着てる人、俺ら古田氏とかで言って、うん、はいとかってこうやって言っても古田さん走ってよく見てましたよ、ね、もう一番下だったからこき使われて、はい、新日のね大島かなんかのね、はい、多分前田さんも言ってんだ、大島の慰安旅行があって、あ、それも仕事で出張として行くわけ、はい、もう先輩のスポーツ実況をメインで担当してるアナウンサーのキャディバッグを30キロ、60キロ担いで、炎天下の大島のゴルフ場ワンランドハーフ回されて、はい、夜はプロレスの中継録画の金曜夜8時の放送があったから自分の実況デビュー戦で越谷市体育館の長州力対エルゴリアスの一戦、はい、これ途中からセミファイナルで使ってもらえるんで初めて声が全国に出る、はい、もう嬉しくて部屋に行ってちっちゃいテレビカメラ、いやテレビで見たいんだけど、はい、気がついたら坂口誠さんの水割り作る担当、麻雀大会で、わかるでしょ、麻雀好きな探しで横で水割り、お前ちゃんと坂口さんについて水割り作っとけって、テラスのスタッフが言われて一番ペイペイだから、でそうやって水割り作りながら遠慮がちにちょっと放送見てきていいですかって言ったら坂口さんとかテレ朝の人が、お見てこい坂口さん、見てこいって、そいで部屋買って見たら実況担当古舘一郎って出てるだけで背中に渦が走ったんですよ、快感で俺ごときが自分の名前が表示されて俺が全国に向けて喋ってる、もうね、あの初心が未だに忘れられない、あの感動が、やっぱあの寸暇を惜しんでちっちゃい部屋でちっちゃいテレビで見て感動したっていうのがなかったらこんなにおしゃべりになってないんじゃないかって思うぐらい、あれ出会い頭って大事だなと思って、で古田さんのボキャブラリーそうだしね、
なんかいろんな、 なんか人を形容するのもいろんなレトリックを尽くしてバーッと言葉を並べて単語を並べてバーッとやられてたんですよ、はい、あれは一番最初どうやってああいうのを思いついたんですか。やっぱプロレスとの出会い、そして猪木プロレス新日との出会いが全てだと思ってて、はい、やっぱあの当時絶対そんなオーソドックスな実況しかダメで、はい、スポーツ実況なんだからちゃんとやれって言われてるから、はい、例えば大昔で言えば日本プロレス時代でね、はい、力道空手チョップ一戦つって黙れと、ラジオじゃないんだ、はいはい、ラジオの野球中継だったら3回の表ジャイアンツの攻撃さあトップバッターとかってやるわけじゃないですか、はい、でそれは喋りだけが勝負じゃん、ラジオだから、はい、イメージしてもらう、はい、テレビっていうのは画面があってビジュアルがあるんだから、はい、力道空手チョップ一戦つって黙んだと、はい、それから御体自らロープに飛んだっつってまた黙るんだって見せるんだって、はい、だから早く喋っちゃダメだったんですよ、はい、だからちゃんとヘッドロックの体勢グラウンドに入りましたっつって黙るぐらいのことを初めのうちは何年かやってたんですよ、はい、前座で多分前田さんと佐山さんが前座の第一試合とかやってる頃は真面目に実況してたわけですよ、真面目っていうか言葉を崩さずに、ところがだんだん擦れてきて、はい、プロレスってのは第一ルールはリング内だけど第二ルールの場外乱闘があるなとか、はいはい、奥行きが随分あるなと、はいはい、禍々しい世界があるなと分かってくるじゃないですか、はいはい、そうすると言葉も禍々しくていいと思って、はい、いろんなものを組み合わせたわけですよ、はいはい、で遊んでみたんですよ。そしたら戦いのワンダーランドとか言うと俺にとって本当ワンダーランドだから言ったんだけど、はいはい、それが漫画に戦いのワンダーランドですぐ載ったりするから、はいはい、それで調子づいてああいう喋りができるんです、はい、あ、そうなんですか、うん、だから皆さんがね本当にもう前田さんであろうが長州さんであろうが藤波さんであろうが猪木さんであろうがみんなタイガーマスク佐山であろうみんなのおかげ、みんなが異常な行動を取ったから。あ、そうですか。普通のスポーツアスリートの行動じゃないじゃないですか、はい、前田さんの行動も。でも自分はもうなんかリング上じゃなくてリング外ばっかりですけどね。いや、そんなことリング上でもひどいことやってるやってました。リング上でこれは俺が辞めた後かな、もうもはや自分が実況しているような気になってるけど87年だから多分俺が辞めた後だと思うんだけど、はい、ね、回り込んで力さんにスカーンって入れても大流、あれだってちゃんと合図したとか、前田さんは YouTube チャンネルで言ってるじゃないですか、で下向いたから当たったとか、いやでもやること自体が異常ですよな。あれはほら喧嘩っぱやとかそういうのじゃなくてリング上だから計算も含めて冷静に興奮するってあれどういうことなんですか。俺そこ聞いてみない。いや、しょうがないですね。だって切れてるだけじゃないじゃない。いや、あの頃は、ね、天竜革命がすごかったんですよ。ああそうだった。天竜革命すごくて、うん、で和島さんとか自分らはこんなスポンジの入ったキックシューズ で蹴ってやってるのにレスリングシューズじゃないですか、天竜さん、うん、でそれで和島さんガンガン蹴っても額とかこう ほっぺになんか靴の紐の跡がつくぐらい蹴飛ばして、いやーってんで、んでと思ったらもう注目がどんどん集まって、でもう UWA のもう記事が全然載んなくなったんですね、うん、ほんでちょっとこれやばいなと思ってる時に、新日本の経営陣がちょっとなんかもういろいろ問題あって入れ替わって、テレ朝から辻井さんっていう人が多くなってきたんですね、はいはい、で辻井さんからその年の、契約解雇を迫ってきて、いわくもう UWA とはもうちょっともう個人契約しかしないよと、うん、業務提携とかなしだとって言われて、うん、あの個人契約せえって、いやこれいよいよ潰れちゃうなと、でこれ社員だとか新弟子だとかと食えなくなるよなって思って、でなんとか注目を集めなきゃいけないと思って、で考えたらなんか、あ、天竜革命に食われてるからダメなんだと思って、で長州さんと俺で和島天竜に近いようなあれ激しいことやらなきゃいけないなと思って、しょっぱなでパーンと蹴ったらクビになった。うわー、でもあれは伝説の一部になってるけど、でもそういうところはさ、やっぱ普通じゃなくていつまで経っても尾を引いて人の印象に残るよね、前田さんって。いや確かにね、そこがまた俺は好きなとこなんだけど、猪木さんもちろんね、俺猪木さんと前田さんの関係は僕なりに捉えてますよ。いろんなことがあったと思う、でいろいろ語ってると思うし、それも知ってるし、でも結果長い月で恩衆を超えてね、後楽園ホールで武藤の主催だかなんかの時にセレモニーで武藤さんの時に前田さんと猪木さんもいて、で猪木さんにビンタ全員が食らうとかで俺前田さんがビンタ受けてこう倒れて見せて、猪木さんもだいぶ辛いじゃないですか体調、俺あの時涙出た。いろんな思いはあったろうに、俺は猪木さん好きだよ、好きだけど俺が前田さんだったらどう思うだろうって局面も昔あったじゃない。それで言ったら前田さんはやっぱりもういい年齢になって恩賞を超えて
闘魂ピンタ受けて倒れて見せて、ああ参ったってあれは涙出るね、やっぱ 昔を知ってる人間だって。俺は前田さん切れると思ったりもするわけよ、でもあの時は全然そうなったんね。吉田君、お前も変わったなとか言われてたよね。そうでしょ、そうでしょ。でも誰かが言ってたな、あれ田さん山本さんだけど、誰かが言ってた、長嶋親父の長嶋さんだったかな、元闘争、やっぱり猪木さんは前田さんにだけは特有の気の使い方するよね。そうっすかね。自分では気づかない。いや、わかんないですね、自分ではね。なんか猪木さんも悪いことしたなってのがあるんだと思うんだ、これ。どっか裏切っちまったかなっていう、そうじゃなかったら気づかないなと思ったりもするけどね。あのでもさっき輪島さんの話出たけど、輪島さんって打たれ強い人だよね。いや、そうっすね。だったよね。いや、あれは本当に最初天狗鏡見た時言うとびっくりしましたね。で見て、いや、これ輪島さんだからできるんだけど、これ外人相手とかやれないだろうなと思ったら、下半身乗っかってきたでしょ。びっくりしましたね。ねえ、はい、器用っていうか、打たれ強いっていうか、なんとか、うん、でもね、あ、そう、輪島って言えば、確か輪島さん、本当前田さん変わってるよね、もう大阪時代。そう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 。ね、空手もやってる、五十流じゃなくて、無双館謙信道っていうね。やってる、喧嘩早い、すぐ切れる若者だったって言えばそれまでだけど、相撲取り食らわしてやろうと思って待ち伏せしてて、後ろから思いっきり殴ったろうと思ったら、輪島の顔を見てお疲れ様ですって終わったって。あれ本当ですか、あれ。はい、だからここ徹子の部屋みたいになっちゃってすいませんね、自分で結論言ってくる本当ですかって確認しちゃう。本当はこっちから引き出さなきゃいけないんで、すいません。当時あの空手ばかりじゃないって漫画があってね、で当時あの芦原秀樹さんの話がすごいなんかこうやってる頃で、で芦原秀樹さんはあの空手の実力をつけるために町でこう喧嘩して歩いたと。で山手線をこう一息一息降りてって喧嘩して回ったと。でやってて、で自分はこう西成とか行ったんですよね、なんかね、いろんなとこ行って、でちょっと自演ついた頃に、そろそろ俺もちょっとなんかプロ選手を実験台にしてやる頃になったなと思って、でとりあえずプロレスラーはって、当時プロレスラーってなかなか見たことないんですよ。でも相撲取りはもう毎年大阪場所って決めた場所にこう長期間いるんで、あ、これ相撲取りをちょっと殴ってみたいなと。どれだけいいな、その話。でたまたま添右衛門町の近くに、あの大阪の歌舞伎座のちょっと向こうに大きな公園があって、その横にちっちゃなお茶屋さんがあったんですね。でそこに相撲取りがよく出入りしてるん でそれで陰で待っててね。でまずザンバラ神の、ザンバラ神で今体重90キロとか100キロぐらいのやつをこう殴ってみて、しばいてみて、でどれぐらい効くんかっていうのをちょっと確認しようと思って、でこうやって待ったらこう出てきたんですよね。で出てきたから、あ、ちょうどいい感じだなと思って、後ろからそーっと行って髪の毛を捕まおうと思って、こうやって伸ばすときにこれにちょっと大きな影を感じたんですよね。あれと思ってパッと見たら大島さんびっくりして、お疲れ様です。その2で言わせる。でもやっぱりそのまま影感じながら殴ってたわけじゃないですか、ね。でもそれを寸止めして気配を感じて輪島さんと出会うっていうのは、やっぱり人生って仕組まれてんですかね。そうですね。だってあそこで殴りかかったらただの変なやつで終わってたかもしれないし、まだ細いし、プロレス入ってたのかどうかも分かんないわけでしょ。そうです。不思議だな。俺よく山本小鉄さんから、ほら実況解説でコンビだったから、もう新日で一番強いのは前田ですよ、あれ大阪時代から尋常じゃないですよあの男はっつって、本当にすげえやつ相手に大立ち回りやっちゃって、もう喧嘩三昧の男で、あいつは一番強い、よーく言ってた。あ、そうそう。小手さんビールに氷入れながら、はい、飲みながら必ず前田強いっての自慢してくれてた、はい、で俺も聞いてて気持ちいいわけよ、めちゃくちゃだな前田明ってやつはとか言って話して、本当にひどかった。それ新日入って、はい、なんか一見おとなしくなったような印象があったけどね。いや、猪木さんの付き人をしばらくやって、うん、でそれからすぐ山本さんの付き人になって、うん、毎日殴られてましたね。なんかもう言葉遣いとかこう態度とかっていうんで毎日殴られながら、で殴られて、あれ今何が悪かったかなって考えるような感じです。そう、はい、いやでも俺が覚えてるのは、前田さんが武者修行行って、はい、でその時もいろいろ取材したりして、前田さんほらイギリスにもいたじゃないですか、はい、でビリー・ライレイジムとかね、はい、虎の穴蛇の穴とか行ったりでね、俺が覚えてるのは、
アルバートホールで試合やったことあるでしょ。やりました、やりました、アルバート。で、その時の話を克明に覚えてる。ね、帰ってきて直後かなんかに前田さんが説明してくれたの、俺が取材してる時に、控え室で、はい、で、アルバートホール、あの有名なあそこでプロレスやって、はい、頑張ったんだ前田明、凱旋帰国だと思ってイメージパンパンに膨らまして、はい、で、ポール・オンドーフ、入ってくる、はい、ね、で、前田明凱旋ってやって、どう煽るかと、もう七色スープレックスとか考えたしさ、はい、ほいで、もうちょっと自慢げに言うけど、はい、格闘王なんて後について、俺がつけたわけじゃない、誰かがつけた、あれ誰がつけたんですかね、格闘王ってかっこいいよね。ね、あれ杉山さんですね、杉山さん、あの初代中華プロレス編集長、杉山さん、あ、杉山さんがつけたの、はい、杉山さんですね、格闘はほんといい、あれニール先生の後ですよね、格闘って、はい、はい、そうです、あ、ニール先生の後、はい、新格闘、あれもすげえ試合だったな、あ、そういう物語付きだから余計に格闘が生えてきたんだ、あの誕生の瞬間、はい、格闘に勝るキャッチフレーズじゃないと、俺なんかそれぐらい言ったら恥ずかしいけど一生懸命考えたわけよ、苦し紛れにまず黒髪のロペスピエールっていうのを考えて、はい、フランス革命の時のね、ナポレオンが出てくるまでの、でもその試合いましたよ、黒髪ロペスピエールって言って、うん、一体誰なんだろうと思ったら人名一で調べましたよね結構ね、すごい勇気があって、後に独裁をやろうとして、はい、いいとこと悪いとこが両方あって、はい、前田の危険性みたいのとちょっと重なっちゃったわけ、で、黒髪だから黒髪のロペスピエールって無理やり言ってんだけど、今一つ定着したくない、あとね、スパークリングフラッシュ前田明ってよくさ、もうキラ星のごと凱旋帰国してきてバーってやってるから、もうスパークリングフラッシュだ、スパークしてんだってやってるけど、トンネルの高垣に会った時に、彼もプロレス好きで、なんで前田明のこと古谷さん、あのトロピカルドリンクとか言ってんですかとかボケてくるんですよ俺前田さんに悪いことしたら所詮なんかトロピカルドリンクみたいに聞こえてんだ音的にはと思って、そっからスパークリングフラッシュっていうの言うのやめたり、カクテルみたいな名前だと思って、俺は前田さんではキャッチフレーズダメでしたね、申し訳なかった。いい、もうちょっとよろしいですか。ああ、すみません、キャッチフレーズ、はい、キックの千手観音、そんなこと言ってんですか。おっしゃってましたね。これもあんまり定着してないですね。機体のローマ式戦車。あ、それは結構自信あったんだけどね。ものすごい体でかくて、かっこよかったから、はい、もうこの肩の筋肉とか三角筋とかすごかったから、ちょっとそういうローマ式のって言ったんだけど、それもお客さんにあんまりピンとこなかったのかな。UWF の危険な太ももってのもありました。あ、これはね、前田明の大腿四頭筋を見て危険な太ももっつって、返す刀で高田伸彦のことをわがままな膝小僧っつったんだ、はい、そしたらそっちの方が定着したんですよ。そう、確かに、わがままな膝小僧、はい、そしたら辻吉成って後輩いるじゃないですか、はい、で、あいつと久々になんかね、俺はプロレス辞めてだいぶ経ってから会った時に、古谷さん、俺も売れましたよ、古谷さん超えとは言わないけどいいとこまで来て、知ってるよ俺見てて、まあ、頑張ってんじゃんみたいな先輩が、はい、そしたらプロレスメンコっていうのを作って売れてるんですよ、はい、見てくださいって、いろんな選手に肩書きがついてるキャッチフレーズが、そしたら高田信彦出てきて、わがままな膝細って書いてある、はい、そしたらお前これ俺が作ったフレーズだって、違いますよ俺が作ったっつってましたね、はい、あれね、なんでかっていうとね、辻が悪いんじゃなくて、ずっといろんなフレーズ考えてやってると、はい、俺じゃないやつも俺だとか思い込むね、人間って錯覚しちゃうんですよ、あの試合の中身をちょっと記憶って作るから、はい、なんかあの時俺はローキックだったって、いやあの時ミドルですよとか論争になったりするじゃないですか、はい、それと同じで辻も悪気なく自分だと思い込んで、うん、俺なんか一時期燃える闘魂自分が作ったと思って喋ってましたから、うん、だけどそんなのは先人たちが作っていて誰だか知らない、俺はそのまま、あ、燃える闘魂不正じゃないですか、俺じゃない、あ、そうそう、後でね、燃える闘魂自分だと途中まで思ってふっとある時気づくんですよ、うん、あ、俺じゃない嘘ついてるって、うん、俺ね、本当にね、喋り手になったからって喋りのせいにしてやから、もともとそういう癖があるのかいけない、こんなところでちょっと恥ずかしいんだけど、俺って嘘つきだなと思ったのは、喋り手だから話盛るじゃないですか、講釈師、見てきたように物を言って、で、あの、講談で言うとね、この針線と書いて針扇っていうのがあって、はい、ここでってやるじゃないですか、はい、中黒の中蔵がその時ってやるじゃないですか、はい、このね、針扇、講釈師、扇で嘘を叩き出しって言葉があるんだけど、なかなかいいでしょ、うん、ま、前田さん、そういえばそう、俺の話長いからやめよう、この話長くなるからやめよう、前田さんは本読書家だよね、ありがとうございます、だってすいません、ベラベラ喋っちゃって、どうぞ、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、あ、あ、そうそう、あ、これ、あ、24日誕生日なんですよ、わあ、おめでとうございます、もう62歳ですよ、62か、はい、62歳です、ありがとうございます、うわぁ、甘いです、いやぁ、これでいただきました、うわぁ、おめでとうございます、ありがとうございます、うわぁ、記念すべきことだと、
です。後でゆっくり食べます。しかもね、古典的な言い回しで前田さんがアレンジしていってるんで、それが余計定着したよね。俺あの実況やってんのつらかった。前田さんも一番つらかっただろうけど。いやでも古田さん困ったと思いますよ。俺は前田アンドレセンは編集してても出してほしかったよね。前田さんってその猪木さんとの総国を抱え込みながらも猪木流みたいな提唱者でもあるよね。だからあの総国と誰がつったんだっていう議論が よく起こるんですけど、あの俺はもう間違いなく猪木さんとですね。あ、持って帰ります。分けないですか。え、ダイエットのために分けるなんかこれ全部1個だったらちょっとあれじゃないですか。あ、ほんとじゃああげる奥さんあげる。奥さんいえいえいえ、前田さん食べた方がいいですよ。ああ、でこれだけもらえる。これだけホワイトチョコ、これだけ食べる。ホワイトチョコですね。それだけで大丈夫です。大丈夫涙を飲んで涙を飲んで、これ奥さんあげる。奥さんありがとうございます。授乳中で栄養は、あ、そうですね、うん、じゃあ前田さんお誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。よし、じゃあどうぞあ、言わないけど黙って持ってかれよっ